こんばんは、平井博明です。今回はスライスに悩んでる方にとって参考になる動画を撮っていきたいと思います。何回目だろうね、スライス。ね、4、5回やったかもしれないよね。もっとあるかもしれない。もっとあるよね。で、今回のスライスの直し方というか、一つの案として見ていただきたいんですけども、スライスに悩んでる方レッスンにお越しくださいまして、その方バッチリ治ったんですよ。その治った直し方をやります。平井博明のワンナップゴルフ。スライスを打ってください。え、そう、だよね。いい、まだいい反応するその方スライス打てるの、グッバイ打てるの。トール君と一緒。わざと。そう、うん、わざとしてない。そう、普通に打とうとしてグッバイ打つの、打てるの、うん、だけどスライス打てない自分で。そう、だからスライスをひたすら打ってもらったの。したらスライス打てるようになったの。なったの。そう、スライス打てるようになったのね。で、普通に言ってくださいさ、ストレート何が言いたいか、平井は肩回転です。え、どういうこと。普段グッバイなのに、うん、スライス打とうとすると、うん、一人物語作っていい。その方になるね。その方普通に打ちますね、レッスン来る前。グッバイ。なんでスライス出んのかな。ちゃんとインパクト戻そうとしてるのにな。グッバイ。インパクトで正面体が向いたまんまクラブをフォロースルー出そうとするから引くのね。それでスライスが止まらないので、それを捕まえようとすると余計引くの、こうやって。そう、こうやって余計ビッグスライスが出るわけ。それをね、自分からスライス打ってください言ったの。したらこうやって打つわけ。こうやって右に。いや、そうじゃないですよって。スライスって左に引っ張りますよ。左に引っ張りました。あれスライスしてませんよ。スライスしてないってことはこねて引いてますよ。体の正面にあって、このまんま左に体で回転してクラブが正面にずっとあったままだとスライスしますよ。ああ、良くなってきましたね。もっと引っ張ってください。もっともっと引っ張ってくださいって言って、右肘をこういうふうに使わした。上から右手で叩いてください、右肩突っ込んでくださいって言ったの。出ましたね。あれ出ましたよね。あれがスライスですよって言ったのね。で、あれがスライス打てました。でもその方別にフェードとかスライスは打ちたくないの。ストレートとかドローが出ればいいや。だったら今の肩の回転ありますよね、それでバケツ持ってくださいって言って、バケツ持たして、どっち飛ばしますか。もちろん向こうでね、ボール飛ばすの。向こうに水撒いてくださいって言ったの。こうやって右脇締めますかって言ったの。右脇締めてその人を打つって習ったんだって右脇締めて向こうに水撒けますか。撒けないよね。後ろに撒くでしょ、こうやって。うん、こっちに巻かなきゃいけないの。左脇締まるでしょ、右脇開くじゃない。それで打ってっつったの。そりゃそう、うん、そりゃそうだよ。完成それがあれでしょ、左にハンドル切れたのじゃん、ね、そう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 、そう、それをやったっていう物語だから一番最初にバケツやってもダメなのよ。体止まってんだから右に飛ばしちゃうから、水を。あ、そうなんだ。そう、正面向いたままこうやってやるから、こうやってやるわけ。そう、まっすぐでしょって言うから、体をこうやって回転しなきゃダメ。それがポイント。だから完璧なスライスを打ってからじゃないと直せない。そう、だから右行ったのをいきなり真ん中じゃなくて一旦逆にしなきゃいけない。それで真ん中にする。二段階右折ですそう、それをね、そのスライスに悩んでる方にぜひやってもらいたくて、完璧でした、その方は。スライス打とうとして打てないもんな。打てない。みんな止めるから、右肩突っ込むっていう、多分世界で俺だけだと思うよ、突っ込めって言ってんの。それはないけどでもそれぐらい少ない。あ、そう、うん、でもあれだね、回転不足っていう動画はいっぱいあるよね。ここのこと言ってるでしょ、みんな。あ、そうなの。そう、ここは回転不足がいいって平井は言うから。そうだね、そう、ここの回転不足がダメって言ってんの。もうだから右肩出るのは2700の常か俺かだからそ
そんぐらいだから全然ウェルカム右肩。あれそういうことなのに、いや俺いや回転不足っていうから肩のことずっと言ってんだからさ、よその動画がね。ああ、ここよ、ここの回転不足って言ってんの。俺はあれだろ、あんな育ちだからちょっと認識がずれてたね。回転不足の、そのトール君が言ってる回転不足っていう4文字の次に二重丸ついてなかった？バツになってた。転職したね。そうか。そう。腰はだって上回さないからね。うん。もう上に沿ってなりに回ってればいい。うん、そうだね。そう。だから上から順にぐんぐんぐんって回っていけばいい。うん、そう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 。でもここから回してるからね。うん、そう、それ約束されるじゃない。約束されるそう、右折。そうだから仮面武道会か平井かだなっちゃう。それぐらい右肩回すから、こうやって全然突っ込む、突っ込むっていうか突っ込むのニュアンスなんだけど、その軸が左に突っ込んだらもちろんいけないよ。右肩をこうグーって回ればもういくらでもいい。これはもうダメな突っ込みだけど、回しすぎて弊害はあるんだよ。回しすぎて弊害、飛びすぎちゃう。ドラコン取ってコンペに呼ばれなくなっちゃう弊害はある。嘘。うん。回しすぎて悪いことないんだよ。ないないない。自分の軸で回ってれば。だから二軸の人はこうやって二軸でそうやって右肩突っ込めれば害はないし、うん、一軸の人は一軸で右肩ガンって突っ込めば振りが速くなるだけだから。だってインパクトゾロやってくれてるんでしょ。そうしたらこれ間に合えば間に合ったほど突っ込んだら突っ込んだほど飛ぶから。でもあれか、結局速くなって間に合わなくなってくるから、うん、グッパイしちゃうわけだ。そう。そうだね。そう、そこ、そう、それがセッティングされてれば、そうだね、セットになってれば、そうか、スーパーコンボです。だからね、右肩っていうのは、まあ、右胸でもいい。とにかく、あとは左肩を引くでもいいのよ。肘が曲がんなければ、こうなんなければ、こっちをこう、とにかく回ってればいいっていう。あ、うん、ここが回って、ここ回って、ここ回ってっていう順番だったら最高。それがねできてた方がいい。そうだからスライスに悩んでる方にワンラップゴルフはいろんな手段を動画としてこう上げてきたけども、本当にこれは最後の3手ぐらいの、 あと2手あるぐらいの、もう残り少ないですよっていう。だそろそろスライスやめらんないと、あと2つしかない。今がチャンス。どれから治るんでしょう。治るよ。一番治る方法自体言うか、レッスン。そりゃそうだ、うん、そう、その方のなってる動きを自分の目で見て、でそれをお伝えしてその場で直してもらう。それが多分一番治る。全然違う質問なんだけど、はい、右肩突っ込まないというか回転してないのと振り遅れって関係あるの？右肩突っ込まないのと振り遅れ、回れてなくて振り遅れって関係あるの？それは関係ないの？関係ないかもね。関係ない、全く関係ないわけじゃないけど、右肩こう回そうとしたら自然と右手もこうやって出ていくから、振り遅れもなくなる率は多分高くなるよね。止めると右肘低く使うからね。そうそう、こうやってなるじゃん。そう、これで戻せるんだったらもう本当プロ並みよね。プロはそうやって戻すの？あ、そうやってそれでも、そう、そう戻す人もいる。言ってもプロだからね。何でも戻すの？そうで、例えばね、今の右肘じゃないけど結構ながっつき具合で俺も言われることあんの、レッスンしてて。それでそれだったら、いやそういう直し方の方がいいですよとか、これやった方がいいですよって、その話していただいたレベルに対して返す答えはあるわけよ。そうするとその言ったことに対して、いや別に俺プロ目指してないからっていう返しをもらう時があるのね。いやちょっとおかしくないですかって、いや今質問を受けてその理論に対してのお答えを返した時にプロ目指してないからって言うけど、言ってることはプロがやってることですからって。そうだよね。そうだからそれもまたおかしいのよ。そうそういうのがよくある。そうだからプロ目指してないのにプロと同じことやってるんですよっていう。プロ目指してないんだったらそれやんなきゃいけない。そうやんない方がいいの。やんない方がいいんだよ。そうそうだからすごいおかしなこともある。あ、まあ、プロ目指してないんだったらっていうか、できるようになってプロになってからやるみたいな。そうそう。別にプロになる気ないんだったらプロと同じレベルのことをやってますよって理解した方がいい。そうだね。ね、うん、そうだからそういうこと結構ある。とりあえずでも振り遅れてることを自覚するところから始めないと。間違いないんですね。本当に遅れてるから、振り遅れてるから、で押せてないから。でそのね、押すって押したら左行くって思ってる方ももちろんいる。だけど俺よくね、アドレスでこうやって止めて、うん、
まあ、ヘッドとかこの辺押さえてもうとにかく押してくれっていうの。でもそれってクラブが止まってる状態で押してもらってるから相当強いやつで押してるっていう認識になるわけよ。でも相当速いヘッドスピードで振るじゃない。同じ方向にこうやって動いてるからそんだけ強く押しても大したことないのよ。あ、そっかそっかそっか、うん、そうだから今止めてるから強いだけで、うん、それぐらい押さないと意味がなくなっちゃうよって、うん、だから押してくださいねって言うんだけど、うん、あ、同じ方向だからね。そう、意味なくなるじゃん、こうやって。そう、ね、そう、押せなくなるじゃん、逃げられてるからさ。う、ね、うん、だからクラブに逃げられてもいけないし抱きかかえてもいけないわけよ、うん、ちゃんと同じ圧でずっとこうやって押せないといけないから、うん、だからあれか、逃げられて押せてないから、うんうん、遅れちゃうわけだ。そう、逃げるじゃんこうやったら、うん、力がこうやってなって初めてさ、うん、一緒に行けるじゃん。早すぎてもこうやって逃げられちゃう。そう、そういうのがねすごいあるから、ちゃんとした向き形でクラブを押せなかったら押す意味がないというか押せないから、そういうのはねすごいある。なんでスライス直したい場合は打ちたい方向に水をまけってことですね。それでだいぶ変わると思います。とにかく右サイドを低く使ったら右に行く確率は上がるし、押せなかったら右に行く確率は上がるし、当たり負けをしちゃう。ちゃんと押しながら上をこう上半身を回転させてあげることがすごく重要ですってことですね。で今回の動画はスライスこれでなくなってくださいという動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。